マイプロジェクト TV の伊藤健です。 YouTuber とか芸能人がね、事務所を辞めるとか辞めたみたいなニュースあるじゃないですか。喧嘩別れじゃないかとか、トラブルがあったんじゃないかとか、 YouTube 上でもああでもないこうでもない言われてますけど、本当のことは当事者しかね、分かんないわけです。そこで今日はちょっと観点を変えて考えてみたいと思います。集団業習性注文が合ってたな。集団業習性とは、組織やグループがそこに所属するメンバーを集団に引きつける度合いのこと。 YouTuber で言うんだったら、私はこの事務所に所属していたいって思わせる力のことだし、会社員だと同じだよね。自分はこの会社に愛着があるんだとか、この会社で頑張りたいんだっていう思わせる力のことね。集団業習性が高い状態だと、まあパッと思いつくのは、その離職率が下がるっていうことね。そこから組織に連帯感とか仲間意識が生まれて、全体の生産性も向上する。逆に集団業習性が低い状態だと、従業員を組織に引きつけられていないので、離職率も高いし、人の入れ替わりも頻繁に行われるっていうことね。そしたら何が心配って、その組織としてバラバラじゃねえかとか、この会社どうなってんのかっていうとこで、ここには実は共通点があって、つまりその人が抜けちゃうような組織、集団業習性が低い組織には似たようなポイントがあるわけだ。まあ、今言ったね、その事務所とか会社に限らず、そのメンバーがコロコロ変わっちゃう地下アイドルとか、すぐ店員がバックレるアルバイト先とか、部活とかもそうだよね。なんかその 部員がすぐ辞めちゃうような部活ね。そういうすぐ辞めちゃう人を出しちゃう組織には共通点があるんです。一つ目が、所属メンバー共通の成功体験がない。一部メンバーの成功体験じゃダメね、全員共通ってところがポイント。二つ目が、組織が大きすぎる。組織が必要以上に大きくなりすぎると、自分の存在が希薄化してしまって、愛着も薄れるっていうかね。三つ目が、新たなメンバーが入ってきやすい。逆に新しいメンバーが入ってこないようなね、ずっと同じメンバーでやってる方が集団業習性が高まるわけ。4つ目が、組織外に脅威が存在しない。組織の外にライバルとなる敵がいれば、一層強く結束できるはずなのにっていうこと。5つ目が、所属メンバー同士の共有時間が少ない。一緒に同じことに取り組む時間っていうのはかけがえのないもんですよ。どうでしょう、あの YouTuber 事務所とか、社員がすぐ辞めちゃう会社とか、バイトがバックレるお店、部員がすぐ辞めちゃう部活、ご覧になってる皆さんの過去の経験を思い起こしても、まあ当てはまるところはあるんじゃないですかね。これ見てね、僕なんかはね、ああやっぱりあの学生の頃のクソみたいなバイト、店長がすぐバイト辞めるとかほざいてたけど、そういう離脱者を生み出す環境だったんじゃねえかあそこってね、思っちゃうし、あとね、あの愚痴っぽくなっちゃいますけど、僕同窓会にね呼ばれないんですよなんか一部の仲良かった連中だけで毎年やってんだって。メンバーが変わらないからね、それは長く続きますよ。もう今年の同窓会、伊藤ちゃんがサプライズ参戦して集団業種性下げまくったのか、この野郎。 YouTuber 事務所に限らず、スタートアップだとか新興ベンチャー企業っていうのは、会社の規模が急激に膨張するので、この5つに引っかかりやすくって、集団業種性が低くなりがち、結果として離職率が高くなっちゃうことがあるんだよね。組織に所属するっていうのは、自分にとっての何かのメリットがあるから所属するんでしょ。メリットがなくなったから、あの YouTuber は組織を抜けた、たらそれだけじゃねえかって思うかもしれません。この組織は自分を認めてくれるとか、この組織にいれば自分の問題を解決できるとか、そういうのをひっくるめてメリットって言うんだったら、まあ確かにそうかもね。メリットが人を組織に引きつける源だからね。組織に所属するメンバー同士が仲がいいっていうのも、憧れのあの人と一緒に仕事ができるって最高って思うのも、影響力のある事務所に所属できて嬉しいって思うのも、そしてもちろん頑張ってそれに見合った報酬を得られるっていうのも、愛着とかね、組織への忠誠心につながるわけです。そんでさっきの5つの特徴を持つ組織っていうのは、こういうメリットを継続的にあのメンバーにね提供できていないっていう話だ。以前に僕、人がね一人会社を辞めることを、日本ではその辞めた人本人のせいだっていうふうに捉えることが多いのに対して、欧米ではその会社組織の問題だっていうふうに捉えることが多いっていうお話をねしましたよね。集団協調性もどちらかというと、組織の側に何か人が定着しないような要素があるんじゃないか、すぐ人が辞めちゃうのは組織の問題じゃないかっていう、どっちかっていうとそっちの考え方。入社したばかりの新入社員が会社をバックレたとしても、その原因は会社に来なくなったそいつにあるんじゃなくって、もしかしたら組織側にあるんじゃないか、そういう広い視野を持って考えることができるやつ、それができるやつだ。ということで今日のおさらいです。集団業習性とは、組織がメンバーを組織に引きつける度合いのこと。できるやつは問題の原因を客観的に考える。とはいえ、
実は集団業種制って高すぎるとそれはそれで問題があって、組織への愛が強すぎて冷静な判断ができなくなってしまったりとか、メンバー個人が自分の意見よりも集団の意見を尊重してしまったりとか、いわゆる集団思考の罠ってやつに陥りがちなわけだ。同窓会グループがいつもの固定メンバーで、もう毎年このメンバーでいいんじゃねえかと、いやいや、メンバーの中に伊藤くんも呼んであげようよってね、言ってくれてる人がいるのは分かってんのよ。分かってんだけど、そういう人なかなか言い出せないんだよね。グネネ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